ってやろう。太郎を出す。質問です。レッドブルの車はデグラデーションが低いと言われていますが、なぜ車の作りでタイヤへの攻撃性が変わるのでしょうか。まあだとオリジナルで皆さん作られてますから、作って転がしてみたら、あ、うちのはちょっと攻撃性が強かったね弱かったねっていう、出たとこ勝負なんですか。だから、まあ、なぜってね、なぜって言われてもそれは、困るんじゃない、みんな。いや、なぜって言われてもねっていう、でも別にタイヤへの攻撃性ってことは、どういう意図で言われてるんですか。そっからなんですか。質問に質問返し禁断の質問返し。でどの車も別にデグラデーション低いんじゃないのまあそうですね、デグラデーション高かったら去年のハースみたいになりますからね、走らないでしょ、だってそんな高かったら、だからまあその中でも、まあ、レッドブルは優秀っていう話なのかもしれないけど、まあ、そんなことないと思いますけどね正直、フェラーリより1周1秒速かったら、本来の速さよりもコンマ5秒抑えて走ってもいいわけじゃないですか。レッドブルはまだ勝てるわけじゃないですか。本来のパワーっていうか速さよりもコンマ5秒抑えて、例えば高速コーナーとかタイヤに負荷がかかるところ、ゆっくり走っても構わないわけじゃないですか、そうするとタイヤに負荷がかからないですよね。優しいね。でもこっちは全力でずっと走りなきゃいけないから、高速コーナーでもええなって走るから、コンマ5秒遅いけどタイヤには負荷かかりますよねっていう、そういうのが去年は多かったですよね、だから決してじゃあフェラーリがタイヤに負荷がかかるような車なのかっていうと、いやそうじゃなくてってこと、もともとそういう傾向はあったんですけど、それは車が負荷がかかるっていうよりは、どっちかっていうと走ってる時にどうしても滑るとか、まあ本当目に見えないようなスライドですけど、そういうのがやっぱタイヤに負荷をかけるので、まあ、それさっき言った通り高速コーナーで頑張って走っちゃうと、まあ微妙にズルズル滑ってるわけで、それで表面がガーッとオーバーヒートしてダメになるとか、まあ摩耗でダメになるとかっていうのもあるし、まあリアだって当然低速コーナーでこうやって振ったりとか、立ち上がりで折り合っていけば当然厳しくなりますよね。そういう微妙なスライドとかっていうのが、例えばダウンフォースがあればそうならないし、無茶して走らなければそうならないんで、同じフェラーリの車でも一生懸命走ればデグラデーション大きくなるし、抑えて走ればデグラデーションちっちゃくなるし、っていうところがあるので、それはもうその時のセットアップとか、まあ、車の状況によりけりっていう部分もかなりありますよね。で、まあ、もともとやっぱりタイヤに熱が入りやすい入りにくいっていうのはあるので、入りやすいイコールやっぱりタイヤに負荷がたくさんかかる車だから、足回り硬ければ当然ガシガシきますし、そうするとタイヤに例えば予選一発アタックするときにポンと熱が入って、予選はいいけど、バーンって熱が入ってタイヤに攻撃性が高いってことは、決勝ではデグラデーション大きくなる可能性が高いっていう。ああ、なるほどね。逆にだから予選のパフォーマンスを犠牲にしてちょっと足回り柔らかめとか、タイヤに対して優しめにセットアップすれば、今度は決勝では長く持ちますっていう。だからそういう意味ではフェラーリがちょっと予選寄りすぎて、レッドブルが決勝寄りの、本来のセットアップにしてれば、フェラーリよりもレッドブルの方がデグラデーションちっちゃいよねっていう風に見える。あ、見える。でも多分レッドブルだって予選で絶対勝たなきゃと思って予選寄りのセットアップすれば、デグラデーション大きくなる可能性が高い。なるほど、それは多分車の特性云々っていうよりは、もうある程度セットアップによる部分が大きくて、ただセットアップ的にじゃあレッドブルはここまでタイヤに優しいセットアップにできます、でもフェラーリはここまでしか優しいセットアップにできませんっていうセットアップの幅っていうのはあると思います。幅ね、よくもちろんきます、ね、柔らかくすればできるけど、そうするともう一発のタイマーがっつり落ちちゃいますみたいな、でそこのバランス度合いがレッドブルは強いし、もっと言えばストレートで稼ぐ、ストレート、レッドブル速いじゃないですか、ストレートで稼ぐって、コーナーはゆっくりでもいいですっていう車にしとけば、決勝でいざ走るときに、さっき言った通りストレートは普通に走ってばいいですよね、別にストレート走ってるときタイヤはちびないから、でもそのタイヤに厳しいコーナーではゆっくり走って、でももともとコーナーは遅い車でストレートで稼ぐ車だから、ストレートさえ全開で走ってれば普通にタイム稼げるわけですよね、でもコーナーで稼ごうっていう車にしてると
やっぱり決勝でもコーナー休めないですよね。休んじゃったらタイムがっつり落ちちゃうから、はいはいはい、うん、そこの差は、まあ、それはセットアップの方向性っていうところでもありますよね、うん、だからそのコーナーゆっくりっつってもね、それとビャーンっつってコーナーでプーン、それはマグヌスでじゃあマグヌスで大変優しいでもそれはもうチームを全部見てますからね、自分たちの走り方とライバルの他の車の、はい、例えばレッドブルだったらフェルスタッペンとチェコ、うん、それだけじゃなくてフェラーリのドライバーがコーナーで何キロぐらいで走ってるかも全部見てるから、うん、GPS のデータ で自分そうするとあいつらは何コーナーでプッシュしてるぞとか、うん、何コーナーではマネジメントしてるぞ、要するに本来200キロで走るコーナーを180キロで走ってたら、うん、あいつはこのコーナーマネジメントしてるなって分かるんですよ。ああそういうこと、負荷かけないで走ってるぞっていう、そこをまあいろいろと見て自分たちもどれぐらいやろうとか、いや自分たちはもう関係ないから このコーナーではマネジメントするんだとか、そうか、なんかそれもレース中にもやってるってことだね。だからたくさんの人たちがいて、で自分たちの直接ライバルになるチームの走りだけを見てる人もいて、今こんな感じで走ってます、こんな感じで走ってます、何周目にはこうなりますみたいな情報をどんどん上げていくんだ。へー、それはもう車本来のタイヤに優しい優しくないとはちょっと別の次元の、どう走るかとかどう使うかっていう部分も関わってくるんで、まあ、そういう意味ではレッドブルはそういう、まあ、総合的にすごいタイヤに、まあ、タイヤをうまくマネージメントするための車作りだったり、レースのオペレーションだったりっていうところが、まあ、かなり高いレベルでチーム全体としてやってる、まあ、それももちろんドライバーも言われたことというか理想的なことがちゃんとできるっていうのもあるし、まあ、今年の RB と角田くんなんかもそこはかなりいいとこに行ってると思うんですよね。もちろん去年のハースみたいにもう空力的にダメでどんどんもうリアが滑っちゃうんで、まあ、滑りまくるからもう結局一発は速く走れても決勝はもうバンバンタイム落ちますみたいな、そういう車になってしまう時もあるし、まあ、フェラーリも前半戦はちょっとそういう傾向があったも、まあ、このサイドポッドを変えて、まあ、サイドポッド変えるイコールフロア変えるなんで、それによってまあリアのスライドっていうのを減らす、まあ、特に乱流の中で走る時のその空力的なダメージとか影響を少なくして、まあ、タイヤを安定させる方向に持っていったっていうのがあるんで、そのエアロの違いもやっぱりあるんですよね。ああそういうことね、やっぱりその団子の中に入っちゃうと自分たちの車が持ってる理想の空気の中でやっぱ走れないから、そうなった時にもその影響がマイルドになるような車とか、あまりに空力攻めた作りにしてると、ちょっとでも乱流受けた時にダメージが大きくなってしまうので、そういうところが、まあ、去年のハースとかフェラーリの前半戦とかはちょっと攻めすぎたというか、まあ、実際コーナー早かったし予選も早かったですからね、フェラーリとハースは。でもその反面決勝では全然ダメっていう車だったんで、まあ、そこがまあ今年は改善されてると。あ、今年はね、ああそういうことなのか。いやあれだね、そのハースとか RB がフロントローから出たらどうなるっていうのを、普段は真ん中乱流の中走ってるけど、何もないところで走ったらピョンと行っちゃうか。それはだからマイアミのスプリントのリカルドなんかまさにそうですね。ああそういうことか。だからまあ前の方で走れるの最高って言ってるのは、自分ドライバーとして上位4位走ってるっていう気持ちよさもあるけど、周りが速い人たち でその乱流の影響は、ね、もっと普段あの10位とか15位とかよりも、まあ、なんていうんですか、乱流の影響小さいわけじゃないんだけど、もっと高いレベルで速く走れるっていうのがあって、まあ、それこそ前にいなければフリーエアで走れますし、要するに低いレベルに合わせなくていいっていう、はいはいはい、本来車が持ってるのに、まあ、近いところで走れるっていうのが、まあ、上位だったら、まあ、あるんですよね。だから、マックスなんかは当然、ポールからスタートするんで、ポールだからね、まあ、理想的な状態で走れるっていうのも、まあ、タイヤに優しい理由にはなりますよね。あ、結果としてね、逆に誰かの後ろで走っててなおかつ抜かなきゃってなると余計タイヤ使ってタイヤ負荷かかっちゃうから、あ、そういうことか。なるほど、じゃあまあちょっとでもやっぱり上の順位で、とか団子の中にいるともどうにもならないから、やっぱり上の順位に行くとか大切ってことだね、なるほど、はい、質問者の方お答えどうだったでしょうか。よくお分かりになったのではないでしょうか。はい、今回の質問どうかなと思ったけど、ね、よく分かりました、どうもありがとうございましたと思ったんだ本音が漏れた今何この質問って思ってたの
うん、でも終わりよければ全てよしでございました。はい、いいねと思った方、あれいいねと思った方いいねと思った方、いいねボタン、いいねチャンネル登録、 F1 ライフアイテムは概要欄から。あるたした、ちょっと動揺したな